里大学2018年入試説明会。北里大学を志望される皆さん、こんにちは。本日受験に役立つ入試説明会が開催されています。どのようなことが行われているのか早速ご紹介しましょう。こちらは個別相談。教職員が学部学科の特色や実習の楽しさなど親身になって答えてくれます。在学生との懇談コーナーでは実体験をもとにした細やかなアドバイスを聞くことができます。この時期勉強法に悩んだりしますよね。それは入試対策講座で解消しましょう。長文読解はもちろん、出ますが、文法も結構出るんですよね。接続詞のざっとの後ろの文っていうのは、ここも筆者が言いたいことっていうのが置かれることが多いです。そうそう、でも後で気づくんだよね。わずってありますよね。これ絶対に V ですよ。わずって B 動詞の過去形ですけれど、主語は複数形って絶対ありえないですよね。複数形ならばわですよね。じゃあこいつ複数形だからこれ主語じゃないんです。そうなるとここザがあるのはここ普通主語の名詞ですよね。ザ名詞ってきますもんね。だからここって名詞の。こんなに詳しく教えてくれるんだ。まずはこの順列組み合わせ確率 の分野はですね、入試に非常に出やすいです。本学の問題は、早く正確に処理する、そういう能力がむしろ求められていると思います。その問題を解く考え方、受験前に聞いとけば苦労しなかったのにな。あ、失礼しました。この講座でお悩み解消です。受験の不安でモヤモヤしてる君、先輩の実体験を聞いてみてはどうですか？北里大学に本気で進学したいと思ったのは高校3年生の8月のオープンキャンパスがきっかけです。実際に入試を体験した在学生のアドバイスには説得力があります。結果が出ず焦っている人もいるかと、いるかもしれませんが、私もこの時期北里大学が第一志望だったにもかかわらず、まだ模試では D 判定でした。それでも諦めずに勉強を続けて、今こうして北里大学に進学することができました。僕は国立大学から滑り校まで全部で合わせて42年分の過去問を解きました。北里大学は10年分解きました。受験票と筆箱、時計は必ず使うので忘れないように、家を出る直前に何度も繰り返し確認をしました。合否確認はインターネット上で確認をするのですが、私はこの画面を見た時嬉しすぎて泣き崩れたのを覚えています。入試説明会の内容はお分かりいただけましたか？次回開催は11月3日4日です。入試対策講座はより実践的な内容で最終回となります。ぜひお越しください。また北里祭も行われていますので、気分転換をしながら参加をしてみてはいかがでしょうか。それではお待ちしています。